2014年3月の欧州人民党大会で演説するユンケル2014年選挙で使用されたユンケル人名のバスユンケル委員会はジャンクロード・ユンケルを委員長とした欧州委員会バローゾ委員会から引き継ぎ2014年11月1日に発足し2019年11月30日に人気満了を迎えたユンケルのほか 欧州連合加盟国から1名ずつ選出された27名の委員から構成されていた。2014年の欧州議会議員選挙において、ユンケルは欧州人民党の欧州委員長候補として選挙戦を展開した。その結果、EPP が第一党となると、6月27日に欧州理事会は委員長にユンケルを推薦した。これを受けて、7月15日に、 欧州議会が新委員長にユンケルを選出した。10月22日にはユンケル委員会の陣容が欧州議会で承認され、10月23日から24日の欧州理事会で正式に新たな委員会が任命された。新委員会は2014年11月1日に正式に発足した。ユンケルは雇用と成長に重点を置いた10項目からなる。 綱領を発表していた。欧州人民党欧州社会党欧州自由民主同盟無所属。ありがとうございます。